ちょっと待って、ここ痛いです。顎が痛いかと、はい、ここちょっと待って、痛いって。痛い、ね、かここからこうつながる筋肉があるんですけど、ちょっと待って、はい、いじめだよこれ。いや、噛み締めが起こってるんですね。あ、結構多分ギューッと顎は我慢してるってこと？我慢だったり、はい、まあなんか多分集中してるだったり、うん、今ここまで運転してきてるんですけど、あ、運転とかもあると思います。だそれでその時そうなるのはまあしょうがないんですけど、まあまあね、うん、その後やっぱほぐさないと、はい、それがもう縮んだ状態がいつもになってしまうと、ね、はい、緩まなくなってしまうので、はい、あ、口が開きにくくなっちゃったりとか、うん、やっぱこう首が凝る一因になるとか出ますね、はい、こうやってこうやってやるとか、あ、そう、顔体操するのとかいいですね。とか、まあ、やっぱりこうダイレクトに、はい、あ、お顔を、今力緩めました？そうですね、さっきよりは。あ、じゃあこれはまあいい入れるとこういう感じですね。ああ、なるほど。はい、はい、緩くてもいいのでご自身でもちょっと、まずね、お顔ね、リフトアップ効果いいで、目の横って自律神経にも関係、ちょっと面白いんですけど、はい、面白いですけど言ってるけど、はい、あの、はい、ちょっとここでこうやってするから何にも聞こえない、はい、すいません。そうですね、わさわさしか聞こえない。確かにそうですね。このここって自律神経のツボにもなるんですよ、はい、なのでさっき言ってたこう自律神経がちょっと乱れてますってことだったので、そういう意味でもちょっとこう一連でこう、なるほどね、はい、首の横、顎を緩めてあげるといいですね。え、ここが張ってると、やっぱ痛いな、うん、痛いですね、はい、張ってると、え、はい、あの要はこう緊張状態になっちゃうので、うん、自分では、はい、そこ痛いです、そこ痛いです、ね、寝てる、はい、寝てる時、はい、もう多分緊張状態なんですよ、いつもそうだから。え、じゃあ言われたことないけど歯ぎしりしてるかもしれない、かもしれないですね、でも歯ぎしりしないタイプの噛み締めもあるので、ただギューッとか、あ、なるほど、うん、噛むと、うん、あの結構皆さん痛いもんですか？まあ大体痛いですね。でも全然痛くない人もいますから。あ、そうなんだ。みんながみんな痛いわけでは。正常なのは痛くない。そうです、そうです。まあほどほどに使って緩めてっていうのをしてれば痛くない。はい、そうなんだ。力が入りっぱなしだと痛いですね。へえ、そうなんだ。ちょっとトリートメントしますか、このお顔周り、はい。トリートメント？はい。はい、ちょっと塗って、お願いします、流してあげると緩むので、はい。そうなんだ、お願いします。はい、ぜひ。はい、じゃあ。はい、全然違います、はい、ありがとうございます。いえ、先にちょっと温めるので、下を入れる、あー気持ちいい、温泉入ってるみたいな。これ手は組んでない方がいいですか？はいはい、あ、今どちらでも楽にしていただいてれば。すげえ。ちょっと蒸しタオル一回やってるだけでも全然違う。シアバター使いますよ、はい、今流行りのシアバターじゃないですか？そうです、そうです、シアバター配合のシアバターじゃないですか？そうですよ。すごい。
気持ちいい、うん、リゾートホテルでエステ受けてるみたいな感じですね、うん、気分的にね、うん、はい、はあ、すげえ、あー気持ちいい、こういうふうにやると結構顎も痛くないですよね、うん、全然痛くないです、うん、気持ちいい、リンパが流されている、うん、おお、なるほど、はい、あ、今なんか痛かったの、なんだろう、あ、ちょっと痛いですか、あ、首の筋ですか、流されてるな、あーすごい、それはすごいですね、うわー、どんどん熱くなっていく、うん、手が、うん、うわーすごい、ここ、ね、あ、痛いな、ね、それ痛いです ね、 すね、肘のところって、はい、関連で言うと膝に関する、うん、膝、そうなんです、だからちょっとその、え、肘じゃなくて膝、肘が膝に対応するというか、はい、はい、そういう、 こう体のパーツっていうのは、はい、その単独ではないっていうのがあるんですよ、はい、肘が張ってる人は膝も痛くなりやすいとか、うーん、はい、なんでまあ膝が悪くなってる人は肘を ほぐしてあげるといいみたいな、そうなの。